カードゲーム、足し算、足し算とは、2010年にヨド聖戦が考案した、動物の足の数を足し算する、カードゲーム。様々な動物の絵と足の数が書かれたカードを使って、神経衰弱のようにして遊ぶ。めくったカードの足の合計が10になると、カードをもらえ、さらにカードをめくることができる。10を超えてしまったら自分の番は終わって、次の参加者に移る。 仮説実験授業の授業書、足は何本で授業した後に遊ぶゲームとして考案されたが、低学年の算数ゲームとしても活用された。ヨド聖戦はかねてより学習に役立つカードゲームを数々考案していたが、足し算は2009年10月に授業書、足は何本を元にしたカードゲームを考えていた時にめくったカードに書かれた足の数を足し算したら、 面白いのではないかと考えて考案されたゲームである。よどりは考案した理由に動物の足を足し算していくゲームは今までに見たことがない。動物の写真が見られるのでカードをめくるのが楽しい。授業書、足は何本の内容が最大限に活かせる。足の数によって動物が分類できる面白さや知識が身につく。足し算や銃の歩数の学習に役立つ。 という5点を挙げている。カードに描かれている動物は、足の、数例本の、魚類から、鳥類、爬虫類、両生類、哺乳類、昆虫、クモ類、甲殻類10脚目、甲殻類等脚目、タアシ類。カードは合計50枚。この選択の理由として、ヨド聖戦は、分類はすっきりわかりやすくとしている。カード付属の解説書から標準的な遊び方は、 以下の通りである。カードをよく混ぜて全部裏返して、場に置く。順番にカードをめくる。めくった動物の足の数を足していき、合計が10になるまで何枚でもめくることができる。合計が10になったらそのカードをもらうことができ、続けて、カードをめくることができる。めくったカードの足の合計が10を超えてしまったら、自分の番は終わり、それまでにめくったカードは裏返して、元に戻す。 大足類と高角類等客目のカードをめくったら、その場でアウトになる。アウトになったら、タ足類と高角類等客目のカードは表を向けた。まま横に置いておき、それ以外のカードは裏返す。場のカードがなくなるまで続け、たくさんカードを取った人が勝ち、カードをよく混ぜて、裏返しにして、場に置く。一人ずつ順番にカードをめくる。全員が一枚めくったら、 一番足の数が多かった人がめくられたカードを全部もらう。一番多い人が同点だったらもう一枚ずつカードをめくって決戦。これを繰り返して一番カードをたくさんもらった人が勝ち。松口和美が2017年に考案した遊び方。5枚ずつカードを持つ。残りは裏返して場に積んでおく。積んだカードから1枚取り、足して10になる組み合わせができたら、 場にカードを出す。出せるのは一回につき一セットとする。虐殺として、合角類を場に出すと、逆回り。ターシを出すときは、うじゃうじゃと叫ぶ、そして次の人は2枚カードを取る。次の人が、大足類カードを続けて出したら、その次の人が4枚取る。うじゃうじゃでカードを取らされても、合計10になれば、カードを出せる。早く手持ちのカードがなくなったら勝ち。 バカラカードがなくなり、かつ誰もカードを出せなくなったら、終了。足の合計で順位をつける。健やかシニア教室で、高齢者向けに特注で作られたカード。通常の2倍の大きさである。80から89歳の高齢者に対して使われ、楽しいという評価を受けた。ヨ聖戦は、足し算の特徴として、神経衰弱的な要素を挙げ、記憶によって、 どこの何のカードがあるかを覚えることと、計算によって10になるためにめくったカードの数字を、次々に足し算していくことの2つのことを同時に行うことを指摘した。このことは疲れそうに思えるが、足し算を実施した教員の結果報告では、何度でもやりたがる、病みつきになる面白さ、子供のリクエストがすごくて困るぐらいという高い評価を得た。 また学校外の家族のゲームとしても好評だった。伊勢川館は小学校1年生で楽しかった授業ベスト10を実施したところ、足し算が授業書、足は何本と共に1位となった。伊勢はその高評価の理由として楽しいということ、ルールが能力によって差がつかないものであることを挙げている。ヨドイはある時同僚のリクエストで足し算の奇数編が欲しいと言われたため、 星さんというゲームを作った。これは、北極星イコール1、夏の大三角イコール3、カシオペアザイコール5、北斗七星イコール7、というカードゲームだった。星さんも合計10を目指すゲームである。しかし、星さんを試してみると、面白くない、イライラする、難しいという結果になった。ヨドイは2011年に、 仮説実験授業研究会の夏の研究大会参加者との話でなぜ足し算が面白いのかについて偶数だから心地よいということに気がついた。足し算では2、4、6、8、10というリズムがあり足し算した結果も必ず偶数になる。奇数の場合は足し算すると偶数になり心地よいリズムがないと考えた。ヨドイは 足し算では10の歩数とは言っても偶数に限られる。これは欠点と言えるが、偶数だけにすることによって、足し算の面白さや心地よさが味わえ、次のステップになるとしている。教育学者、科学士屋の板倉清信は、私たちは、あの手この手で知識の定着を図るようにして、工夫しますが、その時意識するにしろしないにしろ、競争原理を入れてしまうことがあります。それは、 ゲームの形を取ることもあります。ゲームとはそもそも競争そのものですから、そのことで盛り上がるかもしれません。しかしうまいことを考えつく子は、大抵途中で固定化します。そうしたら、もう絶対に嫌になる子が現れますと述べている。ヨドイはこれを受けて、カードゲームの中には普通のカルタのように競争による面白さを得られるものもある。やればやるほどカードが覚えられ、コツをつかみ、 どんどん早く取れるようになっていくが、一方で、だからといって、それをそのまま授業に持ち込んでしまうと、いろいろな問題が起きてきそうです。その一つが、能力差という問題です。教室というところは普通に教科書の授業とか、テストなんかをしていれば、競争や、勝ち負けなどわざわざ教えなくても、子供たちはそれらの現実について、十分感じ取ってしまいます。 だからこそ、せめて私が開発したカードゲームでは、できるだけ競争原理を超えた世界で楽しんでほしいと述べている。ヨドイはカードゲームをする理由として、楽しいからであるが、その、楽しいは自由に遊ばせる、楽しさではなく、学習に役立ちつつ、楽しいからであるとしている。ありがとうございます。